今日僕初めて後輩がゲーミングルームではあったんですよ。恭平何やってんだよ。ごめんなさい、回しておっちゃった。何やってんだよ、みんな待ってるぞ恭平。ごめんなさい、ですよね、ですよね。これチームだからな。はいはい、すみません、ちょっと俺についてきて。ごめんなさい、戻れないです。フッカが邪魔で引っかかって。おい、オッケーオッケー。危ないって、早いって。行くぞ恭平。はい、行きます。ビッ、バッと押したら開く。あ、開く。そう、バッとずっと押すと飛べんのよ。はい、ありがとうございます。あ、シャリ君、これは手なずけられないんです。ちょっと、誰かもう、勝利殴って連れてきて。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ、始まりました、ジャニーズゲーミングルーム。今日はこのメンバーでお届けします。お願いします。お願いします。さあ、今日やっていくゲームなんですけど、はい、原神でございます。原神、原神、はい、前何度かこのチャンネルでもやったりとかしてて、うん、はい、俺個人的に自分のアカウントでやったりした回答があって、恭平ちゃん一回一緒にやったよね。やりましたね。あれから僕も入れましたよ、アプリ。そうだよね、入れてやってて、そういうなんか連絡とか取ったりとかしてて、やってますよ。ライデン将軍当てた。当てました。そう、すごっ。だいぶ入れてま、だいぶライデン将軍すごっ。勝利、はい、勝利を やったことある。原神ありますよ。あ、やっぱな。ライデン将軍分かるだろ。だいぶ原神版です、ね、これ本当に面白いから、ね、やったらハマる。世界観すごい。そう、なんかね、てかグラフィックいいっすよね。グラフィックもいいし、これ俺結構ストーリー、まあみんなよりやってんだけど、長くなります。その喋り、これ一言だけ言わせて。あ、待ちよ。泣く泣くゲームのストーリー。泣くんですか。すごっ。泣けるゲームでもあるということで、改めてですね、説明しますと、広大な世界でフィールドを登る、泳ぐ、滑空するなど自由に探索することができるオープンワールド RPG。 アニメ調のグラフィックの美しさや個性豊かなキャラクターなどが多数登場して、元素システムを活用したバトルも魅力のゲーム。元素システムだ。そうなんですよ。いろいろ、なんかその風とか、はい、水、氷、とかいろいろこういう元素があって、それで戦っていくみたいな。オープンワールドがいいですね。いい。そうなの。そこまたいいですね。オープンワールドなんだ。そう。オープンワールドは知ってる。オープンワールド知らないですか。まあなんか分かったよ。みんな好きだね。まあね。原神が9月28日にリリース2周年。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。原神版です。この間アップデートされて、はい、今回は知恵の国スメールという新しい地域が出たということで、早速ね、スメール、はい、そのスメールの紹介映像があるそうなので、まず見てみましょう。お願いします。よし、新しいとこだ。なんかうるさい人いる。これ綺麗なのよね。すごい。てかやっぱ絵がいいな。綺麗。うん。グラフィックがやっぱ、うん、めっちゃいい。映画みたいな。ワクワクしちゃうよ。てかなんかオープンワールドってやっぱこうなんかまあ限りがないから行きたいとこバー行けるってところがまた確かにいいですよね。あ、新キャラ。新キャラ。新キャラか。新キャラ。あ、新キャラ。僕にとっては全部新キャラです。全新キャラだ。新キャラだ。新キャラだし、新フィールドですよね、全部。すごい。草のね。じゃあどこに行くんだろう。多分俺こういうゲーム得意なんだよ。お、何ですか。オープンワールド結構あると思う。フッカはやったことあるんですか。原神さんはないね、やったことは。なかなか。でもやっぱ知ってるって言ってました、ね、知ってる、メンバーやってたりする。やっぱ大人気だ。誰がやってんの。多分、向井とかやってます。あ、本当。確かやってると思います。向井くんやってますね。やってる、なんか、はい、一緒にやりたいな。え、原神は向井くんやってます。ありがとうございます。というのが新しく出たスメールというところで、はい、今ね、俺が使ってるティナリと勝利のキャラクターがこれ、新キャラでございます。で、これさ、キャラクターも選べるから、え、俺とさ、勝利はこの新キャラクター使って、恭平ちゃんとフッカーは自分の好きなキャラクターとか探してみてよ。痩せていいのでしょうか。あ、待てよ、彩香ちゃん大好き。僕は
僕に一人スタッフさんついてもらってもいいですか。あのとりあえずそのキャラでちょっとね勝利待っててくれれば。待ってていいんだ。うん、一回あの二人がキャラ好きなキャラ。来た、ライデン将軍だ。あ、ごめんなさい。そう、京平ちゃん出したやつ。ライデン将軍。ライデン将軍。みんながやってないやつがいいな。でもなんか俺これ設定されてたってことはこれ。あ、スメルシティだ。これこの絵でやった方がいい気がするかな。もうここがスメルなの。あ、俺これでいくわ。フッカーのね、それ勝利ってキャラなんだけど。ええ勝利っていうキャラなんだけど本当どれ、まあ、感じは違うんだけどね。結構攻撃的な感じのキャラだね。あ、こいつのねストーリー俺ちょっともう、うわ、いくつ、すげえ良かったよ。この勝利は本当にいいやつなんだよ。こいつのねストーリー俺ちょっともう、じゃあこのライデン将軍で、うわ、いくつ、すげえ、誰かめちゃくちゃ走り回ってるけど、ちょっとね操作してみましょうか。はい、はい、でもここのところ初めてだからさ、わかんないんだけど、ちょっと俺についてきて。ちょっとごめんなさい、戻れないです。そうだね、ここでーす、俺ここでーす。これ、戻れるんですか？そうだ、ジャンプで。待って、勝利どこ行った？それなんか、のれん、あの、布がかかってるとこで。あ、いた。ほんとだ、いた。ちょっとね、これ戻れるんですか？ね、空も飛べるから、勝利ね、俺についてこい。こっちや。はい。こっち行って、こっちでこうジャンプして、来て。あ、そう、いけたいけた。で、多分ね、ここでこうジャンプしてこうやって登れるか。ジャンプジャンプでジャンプジャンプ。あ、いけた。すいません、これだ。あれ引っかかっちゃった。俺が降りちゃった。フッカが邪魔で引っかかった。おい、オッケー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 。ちょっと僕、真下落ちちゃった。みんなで行ってみよう。恭平、何やってんだよ。ごめんなさい、真下落ちちゃったっす。何やってんだよ、みんな待ってるぞ、恭平。ごめんなさい、ですよね、ですよね。はい、戻ってきました、戻ってきました、戻ってきました、すいません。恭平、すいません。これチームだからな。はい、はい、すいません。ちょっとね、俺についてきて一個。かけてるという、あ、そっち危ないって、早いって、行くぞ、恭平。はい、行きます。このボート、ビン、バツ押したら開く、あ、開いてます。そう、バツずっと押すと止めるのよ。どのボートだろう。はい、ありがとうございます。これ恭平、大丈夫？大丈夫ですよ。教えてあげようか。いや、教えてほしいっす。こっちから大丈夫ですか、勝利君。どうしようっていうか。こっち、勝利君、泳いできてください。俺のがもう泳いでるよ。確かに僕のが先行ってます。ここにも、あ、いいね、いいね、泳いでるね。よし、もうちょい行きます。はい、今日僕初めて後輩がゲーミングルームではあったんですよ、はい、え？そうだっけ。そうだと思う。大橋くん先輩だったし。あ、え、大橋くん先輩なの。はい、あ、まあでもフッカー後輩ですけど。おー、チキまあ、学校も先輩だよ俺。あ、いた、敵だあれ。あ、そうそうそう、ごめん、取っちゃった。みんなちょっと戦ってみね。え、戦ってみ。いや、勝利君戦ってもいいんじゃないですか、これ。どうやって、勝利君どうやって、わかんない、まるで攻撃。よくわかんないけど、連打するわ。あ、まあまあまあ、最初はね、間違いない。あ、クソ元素、こんな感じなんだよ。あ、遠くから行ける、俺は。これコレイちゃん。オッケーオッケーオッケー、やり方分かった。みんな、戦い方分かったかい。はい、はい、なんとなくは。で、こっちでーす。倒したんだ。おーい、みんな。え、芝犬がいる。こっちか。あ、処理くん、これを手なずけられないの。ちょっと、あの、誰かもう、あの、勝利殴って連れてきて。違う、犬がいたから気絶させて連れてきて。何かこう、役にね、犬がやっぱさ、確かに大事な存在だから。犬はね。で、行きまーす。振り方忘れちゃった。で、ここからなんか船に乗るらしいの。飛んでる時にバッと出ます。ウェーブボート召喚。お、来た。来た。これか。ちっちゃ。これ全員乗れるんですか。全員です。可愛い。乗れた。可愛い。ちょっと。あ、乗れた、乗れた。誰動かしてる人。これ乗った。どうぞ。待って待って。近くで乗れるって。あ、じゃあみんな一人一台出さなきゃいけないんだこれ。あ、そういうことか。さっき出なかったですよ。あ、じゃあ俺がどければいいのか。あ、ここで。あ、そうか。あ、そうだ。ちょっとダメだ。また消えちゃった。一人しか乗れないんだ。で。お、面白い。待って、俺も紹介する。向こう行ってから。ちょっと待って、誰か、勝利ボート降りた。あ、いや違うんですよ。一人しか乗れない。はい、あ、勝利君、はい、どうぞ。うわ、これやば、超面白いんだけど。あ、どうぞ、いいぞ、飲んでください。いや、もう、そう、いい、いい、俺みんな遠慮はいらないだろ。いいでございます。じゃあ、ちょっとボートみんな乗ったから進んでみますか。攻撃できたりするよ。丸ボタンで技打ったりとか。マジじゃん。マジじゃん。じゃあ、あ、面白い。あ、あれ、ね、なんかあそこに敵いるからさ、ちょっと船から。あ、そうな、人だな。これ敵のボートかな。敵だね。俺のボートかな。あ、待って、敵いるよ、みんな。違う。俺、敵のボートかな。なんかみんな、敵のボート撃ってる。みんな、撃て。あ、これ、強化ボートか。なんか属性なぁ。レベル高くね。やべ、なんか撃ってきた。やべ、3000。うわ、食らった。弓矢。あ、これ面白いわ。
あと一人。あ、これおもろい。邪魔だよ。待って、待って。船がどのぐらい動きやすいのかっていう。屋形船じゃないんだからさ。そうだよ。オッケー。戦闘してるの、こっち。あ、宝箱倒しました。よし、みんな進むぞ。はい。行くよ。あ、ちょっとみんな譲り合って。邪魔だ。ほら、傭兵が邪魔だ。神様お手上げだよ。すみません、本当に。あ、ね、あそこに船に乗った敵がいるよ。え、嘘。戻ります。あ、奥にいるんだ。本当だ。え、待って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 。ちょっと待って、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 援護射撃します。みんな、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 あの、はい、めっちゃやられてる、めっちゃやられてる。いや、援護射撃してます。あれ、一回降りて戦う。こうなったら降りて戦う。降りて戦う。じゃあ僕は船から。ダメダメだ。めくらまし。はいはいはい。あ、めくらまし。あ、面白い。で、なんかさ、ゲージが溜まったら技使えるのよ。使える使える。天道、ここにある。おーい、隕石すげえ。あ、かっこいいよね。固まった、俺の敵が。すげえ。ちょっと新しいあれがわかんないんだけど、こう、雷じゃん、強兵が、はい、はい。で、あと、こう、属性みたいな元素、はい、のこの攻撃を組み合わせることによって元素爆発みたいな。そのなるほど。雷と水で感電とか。なるほど。水と氷で相手を凍らせたりとか。なるほど。敵がいます。敵がいます。爆発みたいな。待って待って、敵がいます。難しいから何か説明して。ねえ、ちょっとさ、ボート盗まれた。え、ここに高橋のウェーブボートしかない。これ違う、俺のじゃねえ。何やってんだよ。まあいいか。いいんですか？あ、いいか。乗れるの？まあ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 、乗れたか。召喚はできないけど、なるほど。乗れはするんだ。あとはあれだけだ。これ別に丸連打が一番強いんですかね。確かにね。なんか R2 で貯めたら。え？なんかデカめの。あ、ほんとだ。そうなんだ。そうですよ。15秒ぐらい貯めてください。ほんとだ。 R2D2。 神様お手上げだな。なんかいる。牙をもらったな。ランダムクエスト。僕についてきてください、みんな。勝利君がいつの間にか先導してる。あ、あれ敵？これ敵です。一回撃ってみますけど、敵じゃないですか。絶対違うでしょ。降りてちょっと話してきましょうか。いいよいいよ。ちょっとスルーして進もう。スルーすんだ。うん。ビマラ村って書いてありました。スルースルー。ビマラ村っていうか、マジでここ俺ワクワクしてんだけど。すげえな。うわぁ、ちょっとなんかアトラクションみたいですね。ねすごい。これはすごいな、このボートの没入感すごいわ。でもすごい。ちょっとあの気になるんで、反対側のにいる敵だけ倒しますね。ちょっと俺もね、あそこにね、俺ああいうの全部倒さないと進めないタイプの人。あ、これ勝利君のボードだった。じゃあ俺も戦うの手伝う。じゃあ勝利君のボード塗っていく。お、強え強え、ティナリ強え。オッケー、1個出します。これなんかこれの時俺この周りにいたら俺攻撃とか上がるのかな。ちょっと HP ないんで回復します。 HP ってどうやって見つけ。やっぱね、はい、隕石バーン。なんで音楽奏でられたんだ。自分の HP がどんぐらいかわかんないな。あ、待って、俺今強兵。くそ、神様お手上げだよ。手上げっすね。そう、もう食べられなくなっちゃうのよ。限界あります。なるほど。戦ってなかったから必要なかった。あ、じゃあ OK 牧場。じゃあ何に、え、みんないない。ねえ、俺のボートなくなってんだけど。え、強兵ですよ、多分。え、違う、え、これ俺の、俺、え、待って、強兵すぐ人のボート乗る。違う、そういう、よくない。誰か、ねえ、ボート返して。あ、俺だった。ほら、ほら、俺だった。じゃあ俺、強兵ちゃんのボート乗っていい？あ、全然大丈夫です。じゃあ、ボート交換ね。よくないよ、強兵。あ、いや、待って、俺、あの、勝利のボート乗っちゃったんだけど。あれ？勝利、ボート乗ってる？じゃあ、俺だ。みんな交換。まあいいか。いいや。いいよね。僕ですか。いや、僕は強兵の乗ってます。さっき強兵取られたんで。じゃあちゃんと俺だけじゃん、自分のやつ乗ってる。いや。いや、この状況で言うと、この状況で言ってフッカも多分宮田君乗ってます。え？まあ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 、でもチームじゃないですか。誰か俺に打ってきたな。誰だよ。ってんな。お、すごい、なんか開けたとこ来たね。どうすんだ。あ、もうちょい行ったらなんか港がありそうだよ。行きましょう。行きましょう。フッカが好きな港だ。港だ。お、港には目がないんだよ俺。町に到着だ。やった、町だ。よし、敵か敵か。はーい、到着。じゃああっち降りればいいのか。宮田くんとこ行けばいい。宮田くんとこ。新しいとこ。
始めてください。すごい。みんなまだ戦いたい、それとも街歩きたい？戦いたいです。戦いたいです。ちょっと街歩きたいです。一人街ブラ一人じゃあ街ブラ行ってきますね。おい、じゃあちょっと戻ってはい、もうちょい戦ってみるか。はい、やんちゃなことしたいです。してるだろ、恭平は。してないです。あれ、どっちだ、やんちゃ顔じゃん。顔だけね。なんか俺すごい確かにな、根っこ真面目なんだよな。いや、うるさい。お店でちゃんと靴を最後並べてちゃんと座敷に上がるもんな。おはようございますって言いながら。いや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 、真面目なんだよな。いや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 、ライブではあんなクールなのに。やめてください、なんかキャラブレブレになるんで。神さんお手上げね。お手上げよ、それ俺のフレーズ俺の歌詞いるから。お前の歌詞とかでは俺のフレーズ毎回そこ歌ってくれる。やべ、どこだ、あれは。あ、いたいた、ね、草の種を召喚するってことある。ダイゴがドダキャンしてます。新天道地ドダキャンとかしょうがないんだけど。ダイゴなんか、違う、みんなプラスダイゴって話。やばいやばい、結構戦ってんの。フッカー、一人で戦ってフッカーさん、早いわ。天理長久、フッカーがすごい攻撃受けてる。すごい、すごい、任せてる。俺が行きます。超俺も行きます。フッカーにはやば、俺も行きます。三角やります。わ、違う、ドーン。あば、あば、あびしのやつ。戦え、やんちゃ、はいはい、長尾くんの分まで背負って。大橋くんの分まで、大橋くんも原神やってた。敵倒したんで宝箱が出てました。やった、開けます。どう、はい、開けました。あの動画でちょっと分かった。幸運のクローバー、幸運のコップ出ましたね。ちょっとさ、俺あれやりたい、あの激化やりたいから、恭平ちゃん俺とちょっと一緒にいて。はい、え、二人でいると激化するの。そう、技を使う。雷と多分草だから、雷と草の技使うと。フッカ何ですか。これは雷。あ、だから勝利の草でもいける。フッカは何なんですか。俺これなんだろうな。フッカはあれ岩っぽい。あ、じゃあ岩、岩。あ、じゃあ洋梨です。おー、なんだよ。激化させてくれ。俺も激化は雷と草じゃないとできない。そうか、なんとか。新天道地、うちに対してしまう。うわ、めっちゃいるやん、これ。なんかフッカーさんがまたやってるんだけど。フッカーがまた戦ってるわ。あ、これはじゃあ、激化しないと。あ、そう、ちょっと激化やりたいんだよね。強いじゃん。強いじゃん。あ、出た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 。激化。激化。倒した。倒した。あ、激化かっこいい。え、激化俺もやりたい。じゃあ、俺といたらできる。どうやってやんの。ここに敵いるから強兵だと思ったら敵だった。何で危ないって。おい、10万3000、10万食らったんだけど。危ない、俺ね、弓だから遠くから出てんのに。あ、なるほど、それ強い。まあ、食らわない。え、これすごっ、砂栗で1万3000とか出てるよ。すげえ、砂栗。いや、すごいよな。じゃあ、みんな操作慣れてきましたか。はい。ということで、ちょっとミニゲームをやりたいということで、9月の28日まで期間限定イベント、タイムアタックミニゲームというのができるみたいなので、はい、はい、やってみましょう。挑戦するのは、はい、イノセンスの彫刻の中から一つ、樹海を駆け抜けろの最初のステージに2人ずつ挑戦して、はい、誰が一番早くクリアできるかタイムを競います。じゃあやってみましょう。コインも大事です、これは。じゃあこれ、あれね、挑戦開始、はい、押せるときに押してください。押しました押しました。よし、勝負だ。まだないです、クローバーマス。あ、ないですね。あ、今さっきあったけど、まあいけるか。そう、そう、最初は大丈夫、そこ風を使ってくださいね。そう、クローバーマーク。まだないですね。なんか、めっちゃもの。あ、あったあった、クローバーマーク。それクローバーマークですね。あ、これか、下の。そう、あれはね、なんか、あれ L1 と、L1 と四角、あれなんだっけ。あ、気持ちいい、これ。L1 とあれですよね、四角とかですよね。なんでフッカの方が知ってんの。フッカさんめっちゃなんか知ってる感じやん。あ、間違えた間違えた。フッカさん、フッカさん、いいよ。あれ、いいよ。ちょっと使いこなせないな今。間違えた間違えた。フッカさん、いいよ。あれ、いいよ。ちょっと使いこなせないな今。こういって、こうって、ここは取って、ある、黒板ある、あったよ。行く、で降りる、ゴール。あ、早い。ゴール。しかもちゃんとコインも50個集めていく。さあ、これで宮田君がどういう、どういう、いやー、もうこれはもう強兵の勝ちだよ。俺なんかちょっと未だに掴めてないもん。もうちょい上向くと、クローバー上向くとね、そういうクローバーあるんですよ。そこで、そこで、あった。ここで、こういうことだ。こ
セゴールマークがね、黒のマーク。ああ、なるほど。あのね、あ、俺足りないわ、コインが満点、翔平の勝ち。すごい、はい、ふっかさん勝ちました、勝ちました、勝利も勝ちましたよ。はい、じゃあ交代です。ちょっと交換します、はい、まだ高橋敗北です。でもやっぱ、取ろうといきますよ。これで勝ったら、謝ってください。いいよ、よーい、日々の出来事、謝ってください、ね、日々の出来事、謝ってください。はい、処理君いいっすよ、処理君いいっすよ、覚えた人も覚えた、覚えた。で、そこジャンプして、ジャンプして、え、でも出てこないよ、L1。 そう、で、パッと押して、あ、 L1 出てこないよ、あ、 L1 出てこないよ、パッと押して、パッと押して。いや、フッカうまいわ。なんで出てこなかったの。調子悪かったっす。調子悪…はい、で、上行って、これなんかだって、かぼちゃいるよ、かぼちゃ。はい、で、上行って、これなんかだって、かぼちゃいるよ、かぼちゃ。カボチャ大丈夫、そこはもう。で、L1、L1 資格。すごい、ゴールした。ま、結構早かった。早かった、早かった。早かった。お、あ、強兵超えてない？あれ？確かに。いや、でも俺が教えたから超えた。いやいや、うわ。てか、フッカーえぐいよ。3720。20上がった。あ、じゃあちょっとね。これも1位はフッカー3720ポイント。ありがとうございます。で、2位は勝利だ。お、すごい、3540。ありがとうございます。で、京平ちゃんが3300で、はい、あー、俺がビリで2760。俺日頃やってんのにね。あれだから、やっぱやり込んでるから強いっていうより、やっぱこれセンスがね。いやもう嬉しい、地頭が嬉しいわ。地頭って言ってましたよ、地頭がね。地頭が、地頭が、地頭が素晴らしい。地頭が素晴らしいよ。もう俺はゲームセンスじゃなくて努力型だから。いや、まあでもやっぱどんだけ好きかってことですから。まあスピードとか結果じゃなくて、どんだけ好きかって。いや、それがね、やっぱ結果に比例してくるかっていうか、このゲームにどれだけの熱を持ってやってるかっていうところですからね。そんな気使わなくて大丈夫。あとはやっぱりあの最初だったからですよ。最初だったから。いや、そんな気使わなくて大丈夫。本当にもうあのただただえぐられてくるだけだから。じゃあこの動画がいいと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。